すごい雨だね。すごいですね、今日は。大丈夫ですか？そんなすっぴんで、今日は撮影の日をちょっと密着しようと思って、なかなかね、普段やってなかったので、今日はゲストリストさんでの撮影の一日をちょっと密着してもらおうと思います。すごく雨なんですけど、一日頑張ります。はい。For the first time in ages, I wake up and don't hate it.一番最初に出たカラーだったら本当だ、全部均等に使われてる。メンズのアイドルとかでもすごいですか？あ、そうなんだ、うん、それぐらい本当にナチュラル、ナチュラル、うん、ナチュラルだし、盛れるし、なんか仕込めるし、全部か、完成。着替えてこよう。着替えてリビングに行きます。こんなにいろいろさ、メイクしてもらうとやっぱさ、自分でもしたくなるね。キャップもかぶりたくなる。キャップ好きだし。うん、このぐらいの長さになってから結べるようになってきたかも、アレンジが。うん、これから撮影が始まります。おしゃべりして温まってきました。外はすごい雨が強くなってきて、どんどん強くなってない？うん、ね、欲しい、このまんま、うん、曲をさ、結ばずにさ、うん、このあ、結んでこれがすごい可愛い、うん、だからちょっと大人になったよ。いや、もう大人になってきて、年齢的に。全部タイプすぎてこれっていうのがないけど、可愛いかタイプ、ちょっと丈が短めなんですかね。あとさ、この生地感がすごいね。なんだろう、ニットではない、スウェットライクだ。スウェットライクなんだ。あー、確かにちょっと夏の終わりとか秋の初めぐらいに本当着れそうなデザインで、あと私はこのシルバーのボタンがすごい好き、ね、このシルバーのボタンがもうジュエリーっぽい感じでさ、うん、すごい可愛いよね。ちょっとこう、ファンが、うんうん、ね、ゆとりがあって、ゆとりがある。今こういう中に薄手のカットソー着てるけど、うんうん、もうちょっと分厚いものでも全然着れちゃいそうですよね、うん、腕のさ、上げ下げもしやすいし、着やすそうな、うん、コンパクトな感じがいい、うん、次です。次、はい、これトップス企画ですよね、
色のなんかさっきの光が素材感が一緒、ね、だよ、ね、あ、やっぱりもうじゃあカーディガンじゃないわ、うん、素敵な色だ、現場になり始めて、うん、そうそうそう、かわいいですね、かわいい、うん、いいと思います。すごい顔の着方、私多分こういうニットがモヘア？モヘア、モヘアニット、全然チクチクしなくて柔らかい素材で、今もさこういうチューブトップの上にこういう感じで着てるんだけど、うん、全然透け感もいい、透け感もいいし、チクチク感もないし、言われてみて、あ、そういえばこういうニットってチクチクするよねって思うぐらい着心地がいい。これ色違いで欲しいかも、私白と、あと何色があるんですか？ピンクもあります。ピンクもあるんだ、それも今日あとで着る？ちょっと楽しみ。透け感もいい感じで、うん、お尻がいいね、素敵だね。トップスとちょっとずれるけど、私やっぱこのさパンツもすごい可愛いよね。このコーディネートが最高です、ね、さっきもこれもまた色違い、さっき着てたけど今回白でコーデしたい。いいね、ということで、はい、じゃあ次いきます。早いね、うん、あっという間。どうでしたっけ？なんか私やっぱ冬物好きだなと思った、はい、コートとか今年まだコート買ってないからさ、だからさ三角のやつも可愛かったよね、アレンジができるやつ、ね、であと毎年ファーコートは1個買うから、うん、ファーコート欲しいし、あと薄手のね、あのそう、うん、でも全部さなんかアームがちゃんと太かったりさ、うん、上げ下げがしやすかったりとか、うん、可愛いだけじゃなくてちゃんと着やすさもあって、うん、すごい良さそう。最後ファーコートの試着させてもらいたい、うん、あれ可愛かったよね、ね。あっという間だった、うん、なんか結構か初めてじゃん、こういう YouTube。 そう、あ、確かにそうだ ね撮影風景はあんまり、うん、でもさ、皆さんさ、会ったことのある方が多かったからさ、和気、うん、あいあいと楽しくできました。多分妊娠中最後かな、うん、撮影皆さんもうケアしていただいて、あと3ヶ月後とか、これがもう公開される頃には私はもう臨月になってお腹ポンポコリになって、だから産んだ後のさ楽しみが増えた、そうだ、ね、冬服で、そうだ、ね、今やっぱりどうしても制限されてるからさ、うん、可愛いコートとか冬服がいっぱいあったので、うん、冬が楽しみさ、うん、ということで1回私服に着替えます、はい、ちょっと気になってたコートを食券乱用でちょっと着せてもらいました。3色あったんだけど、私やっぱりね茶色が気分なのでこの茶色を着ました、うん、ここにアジャスターがつ、アジャスターっていうのかな、調整のできるものがついてて、そうそうそう、だからここでさ形変えることもできるようになってる、撮影の時フード被んなかったけど、うん、よくない、うん、しかも軽いよ、え、こんなにあるんだ、軽いけどあったかそう、あったかい、うん、かいい
このさ竹感がいじれるのがいいよね。確かに。そうなる、そう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 。確かに確かに確かに。すごい。そうだね。いいね。これ私ちょっと出しちゃった。中にも全然着れちゃうと思う。ゆとりがある。ああ、そういうことね。茶色じゃない？茶色かな？茶色だと思う。なんか私あとサテンのカーブパンツ合わせが可愛かった。ちょっとやりたい。そういうのおいくらなんでしょうね。ね、ちょっと値段知りたいよね。コートで2万5千円だったらすごいいいよね。質がちょっと伝わりづらいけど、すごいスベスベ。そう、なんかそのエコファーとかってたまにテカテカしてる感じもあるやつあるじゃん、エコファーって。それがなくて本当にリアルっぽい。エコだからさ、手入れもしやすいし。2万5千円買いだな。買いだね。欲しい。これちょっとお願いしようかな。まだ間に合うのかな、うん、聞いてみましょう。ね、かわいい。しかも毛とばなそう。ちょっと聞いてみましょう。ちょっと私はこれが欲しいので聞いてみます。帰ります。はい。I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the cold.